フドバルスキクルブマチュバはセルビアシャバツを本拠地とするサッカークラブ。1919年創立。当初はノビサド地区一部に所属した。戦艦期に FK ボイボディナノビサドとのライバル関係が築かれた。また、1927年にはプロヴィンチースキウルグワイのニックネームがついた。プロヴィンチースキは地域リーグに所属していたことから、 ウルグバイはこのクラブのプレイスタイルが当時のオリンピックチャンピオンであるウルグアイのものに似ていたことに由来している。1928年春にはライバルのボイボリナを6から1で下してノビサド地域の王者に輝きバナト地域の王者であるオビリッチベリキベチュケレクにも4から1で勝利シュマディア地域の王者である FK シュマディア190324の3で勝利し 最終戦のザスクを6から1で下した。こうして、ベオグラード連盟の王者に輝くと、一躍有名クラブとなり、ポリティカ氏が繰り返しプロビンチイスキウルグワイの愛称を使った上に、SK イディンストボベオグラードを3-2で、イラクリス、テッサロニキ FC を3-1で、アリステッサロニキ FC を4-2で下したことによって、その知名度は、さらに上がった。翌シーズンも、 ノびサド地域の王者に輝き、ボイボディな地域リーグへの出場権を得るとこのリーグも、制覇、これによって1930から31シーズンに、ユーゴスラビアプルバリーガに参戦した。最下位の6位にはなったもののユーゴスラビア代表に、招集される選手も現れるなど、大きな功績を残した。サポーターはシャネリと呼ばれ、FK ナプレダク・クルシェバツのサポーターグループであるヤクザと、 友好関係を結んでいる。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。